セクシーゾーン中島健人、スノーマンラウールとの相思相愛ぶり明かす、愛がすごい。セクシーゾーンの中島健人が、4日放送のラジオ番組、レコメン、文化放送、毎週月曜から木曜夜10時、内の番組、セクシーゾーンのクワゾン、文化放送、火曜深夜0時35分、に出演。スノーマンの東京ドームライブ中に、ラウールから受け取ったメッセージを明かした。セクゾ中島健人、スノーマンラウールが曲中に披露したセリフに歓喜。6月12日に東京ドームで開催されたスノーマンのライブに足を運んだという中島は、曲中に、好きなんだよ、マジで、って言ってんのよと、ラウールがスノーマンの楽曲、君の彼氏になりたい、の曲中で披露するセリフを、セクシーゾーンの楽曲、君に一目惚れ、で中島が熱く叫ぶ決め台詞として知られる、好きなんだよ、マジで、に変えて伝えてくれたと歓喜した。さらに中島は、その時、野球の、グローブ持ってたんだけど、今日だけはみんな憧れるのやめましょう、って言ってて、と、ライブでのラウールのパフォーマンスを解雇、いや、大谷、翔平、選手か、みたいな、と楽しそうに突っ込んだ。